当選に向けて団結して頑張ろう！まず冒頭、4人の市議会議員候補の皆さん、選挙期間中ですよね。ずっとお付き合いいただいて本当にありがとうございます。この4人の候補者に対しても皆さんぜひご支援いただきたいと思います。さて、私もちょっと国の政治の話から始めたいと思います。あまり長く話すつもりはないんですけれども、今憲法9条が危ないんです。でこれはやっぱりもっとよく考えなきゃいけないと思います。憲法9条って何だ。自衛隊が海外に出かけて行って武力行使しない、それは憲法9条の意味だ。これ私が勝手に言ってるんじゃないですよ、宮沢元総理の言葉です。しかしそれが今変えられようとしている。自衛隊が海外に行って場合によっては武力行使する、そういうふうに変わろうとしているということですね。5月の半ばにはいろんな法案が国会に出てまいります。まあ、多少延長したとしても、短い会期、残された会期の中で大きく今までの解釈を変える、まあ、そういった法改正がなされようとしているということです。2つあるんですね。一つは集団的自衛権の行使、まあ、何のことやらよくわからないと言われるかもしれませんが、日本自身が攻撃を受けてない、まあ、日本自身が攻撃を受けたときに、侵略されたときにそれを跳ね返す、まあ、これは憲法を認めてるっていうのはもう今や多くの方々のお考えだと思います。しかし日本自身が攻撃を受けてないけれども、例えばアメリカがどっかでやられてるからそれを助けると、武力行使すると、自衛隊が出て行って米軍と共に戦うと、これが集団的自衛権の行使ですね。これを限定的とはいえできるようにしようということです。安倍さんとも随分議論しました。ペルシャ湾でなんか機雷が撒かれて油が来なくなっちゃう、そういう場合でも自衛隊出て行って武力行使すると。じゃあ限定って一体何なんだと、ないようなもんじゃないかと、まあ、こういう話であります。もう一つは後方支援ということですね。だから自衛隊自身は武力行使しないんですが、例えば米軍がどっかと戦闘をしている、その米軍を後方で支援する、今までもやってました。今の解釈は現に戦闘が行われておらず、今後とも戦闘が行われないと予測される地域でしか後方支援しちゃいけないよと、こういうことになってました。それを現に戦闘行為が行われている現場でなければいいんだと、現に戦闘行為が行われている現場でなければいい。例えば極端に言えば、昨日戦闘行為があっても今日戦闘行為が収まってればいいんだと。で現場、地域じゃなくて現場って、これすごく近い概念ですよね。だから自衛隊自身が武力をしなくてもすぐ近くまで行って後方支援している、そうすると敵から見たらこれはもう一体ですから、場合によっては攻撃を受けるかもしれない、攻撃を受ければこちらだって自衛隊だって身を守るために応戦しなきゃいけない、いつの間にか殺し殺されの世界になるかもしれない。つまり武力行使そのものの、と非常に近いところまで行くということですね。でそういう法改正がなされようとしている、戦後70年の考え方が大きく変わろうとしている、そのことのやっぱり意味というものを真剣に考えていく必要があると思うんですね。これ統一地方選挙で安倍さんは今47都道府県全部議会で過半数を取るんだって言ってますけども、仮にそういうことになればもうやれいくどんどんで止まりませんよ。いくら民主党が頑張ったって数が足りませんから、世論の後押しなければそれは戦えません。で世論の後押し、統一地方選挙でちゃんと結論出てるじゃないか、こういうふうに言われてしまったらなかなか国会での抵抗も難しくなる。
我々はちゃんと議論したいんですね。こういう問題は戦後70年の政策を変えるわけですから、まあ、そういう意味でも統一地方選挙はぜひ皆さんこの統一地方選挙は大事だということを考えていただきたいと思います。さて